はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の野望レプーデン続きをプレイしていきましょう。一応ですね、攻略目標である信長が本能寺に倒れた時の最大半島を築くまでというところで続きをプレイしていきたいと思うんですが、現在信長はですね、尾張から畿内一帯に勢力を広げているんですが、四国に追いやった三好、あとは中国播磨方面の旗野、さらには越前の方まで、追い込んではいるんですが、本願寺という形でまだまだ周辺に敵が多くてですね、予断を許さないという状況になっています。で、今ですね、大枠3つの軍団に分けています。1つがこの災害に入っている信長の軍勢なんですが、この信長の軍勢を早速本願寺攻略に差し向けたいと思います。で、これはですね、まずは本願寺が南近江に依然城を構えているこの宇佐山ですね、ここの攻撃をさせましょう。で、勝家はというと、何気にですね、三好勢、まあ早速動いてますけど、この三好勢がまあきな臭い動きをしてくるんで、これをガバガバッと岸和田に入れます。で、伊丹に入っているこれ、武将としてはですね、光秀とかが入っているところなんですが、ここはもう石山ごぼうごと委任をしちゃいましょう。まあ、しっかり守ってくれよと。で、その他で言うと御所ですね、ただ御所はですね、この後、まあ、旗野だったり本願寺だったりっていうのが近くにいるんで、このまま直接指揮権指揮下に入れます。で、岐阜城あたりがですね、もうガラガラなんで、ここに武将、空いている武将を招集していきましょう。まあ、5人ぐらい入れておければいいかなというところなんですが、伊丹、御所、牧島か。牧島に結構軍勢じゃない、人入ってるな。あと水口にも入ってるね。水口からじゃあ長吉あたりを呼び寄せるか。牧島か。牧島に結構人入ってるんだな。そうするとだ、この牧島に入っている軍勢もうまく活用したいですね。むしろ牧島に入っている軍勢で宇佐山攻略できるんじゃないの。安藤盛綱か、ちょっと弱いけれどもっていうとこかな。ちょっと宇佐山を早速攻略しちゃいますか。まあどうしてもね、国境を接しているところは兵を退けられない。まあそれイコール、あの武将をね、そこに配置しておかなきゃいけないっていうのがあるんで、ある程度まとまった武将の数って考えると、まあ、10人前後は用意しておく必要があるんですよね。で、正勝はもう特に災害に入れておく必要はないんだよね。ただ三好がどういうルートで来るかわからないんで、っていうのを考えるとどうだろう。一旦は災害もこのままにしておきますか。3人武将を入れておきましょう。で、最悪救援として、岸和田ですね、ここに7人入ってるんで、この7人の、勝家軍勢で退けましょうというところになります。で、伊丹は相変わらず人を入れているんでいいでしょうと。
まあ、ちょっちょいちょいっていう感じでは、特産でも作っとく？誰か武将一人、まあ、藤高一人にやらせて時間かけてでもいいでしょう。まあ、少しはね、町も開発しておかないとというのもありますからね。牧島は今軍勢出てるでしょ。御所もこのままにせざるを得ないんで、問題は岐阜方面だな。この辺りで一揆が起きるとかなり大ダメージを受けるんで、今久秀が入っていて4人か、まあ、4人いればなんとかなるかなって感じはするな。じゃあこれでいきましょう。問題は敵の数だな。どんくらい入っているかっていうのをちょっと見極めながらと。おっとおっと、これはもしかしてあれだな、さっき武将を変えた時に、ああ兵装を変えた時にしょぼいことをしちゃったな。かなり無駄なことしたな。兵装を変えた時にあれですね、武将の数が30人になっちゃったのね。きっと鉄砲隊だな。鉄砲が30丁しかなかったんですね。無駄なことしちゃったな。まあただ徒用されたり斬首された武将はいなかったんで、まあ幸いかな。そうすると牧島に武将が戻っている？まだ戻ってないね。これが戻ってくるのをちょっと一旦待ちますか。で並行して旗野の八神城、ここ攻める？武将の数はあんまりいないんで、こっから。鉄砲適性がね、高い人が一人でもいてくれるといいんですけど、せめて B は欲しいですよね。長近が C か。じゃあ長近にする？カズージとかも全然ダメだよねきっとね。じゃあこれで、まあ、ちょっと1回でね攻撃で肩がつくかっていうとちょっと疑問ですけど、まあ、とにかく本願寺をどっかでね倒しておかないと邪魔くさくてしょうがないんで、朝倉がね本願寺を叩いてくれるといいんですけど、で牧島がどうなったかというとだ、5800入ってれば3軍でマックスでいける。誰が足りてない？うん、京極高吉が入ってないか。京極高吉はじゃあ残そう。何々が出陣しましたみたいな知らせがないんで、ちょっとね目背けてるとこんな感じになるんですよね。軍勢がいつの間にか忍び寄ってきてるっていうことになるんですよ。ちょうど今で、ね、気づいたんでよかったんですけど、これはじゃあ攻撃しときますか。三好勢ですね。
まあ物の数ではないので問題はないとは思うんですけどね。合戦は引き分けに終わるか今ので。まあいいんだけど。軍師は秀吉に任せて出陣しましょう。城自体はかなり小ぶりだな。まあ、ここで本願寺を近江から追い出すことができれば越前に、まあ、閉じ込めることができますね。で越前には大乗寺と小山御坊の2つの城を本願寺は持ってるんで、この2つの城を落としたいんですが、そのためにはルート上にですね朝倉が入ってるんですよね。なんでその朝倉を撃破しなきゃいけないってことを考えると、朝倉を先にね倒さなきゃいけないんですよね。まあ、小さい城は小さい城で戦いづらいは戦いづらいね。さあ順調に矢倉も取って攻めかかってますね。あとは敵の本体本陣を叩けば終わりかな。よし、これで宇佐山取りましたね。ここは城がそこそこでかいな。この弱小軍団でどうにかなるかというと、敵の数は3000か、それなりにいますね。味方はその倍の6000、まあ、どんだけ早く城門こじ開けられるかですかね。こうやって見るとなかなか硬そうなんで78。まあ、あとは盛り土をしながら壁を乗り越えてというところなんですけど、おそらくこの感じだと先に城門突破の方が早いですね。まあ、士気を削るのが早いか本丸にたどり着くのが早いかっていうところになると思うんですけど、じゃあこの前はねちょっと雪降りましたよね関東でも。
あの日はちょっとどうしても外せない、クライアントとの打ち合わせで早帰りができなかったんですけど、6時ぐらいだったかな、ようやく帰れる見込みが立って、電車に飛び乗ったんですけど、かなりノロノロ運転でしたけど、帰ってきてみると結構ね、自宅の周りのお店は早じまいしてるところが結構ありましたね。まあ、そういう感じでね、早じまいをした方がきっとみんなのためにいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでもいい打ち合わせのためにね、もうノロノロ運転の電車にいつもの3倍ぐらい時間をかけて通勤するっていうのもね、結構大変ですよね。で、次の日の朝はね、まあ、道路に雪は多少残ってましたけど、電車とかほぼほぼ影響は出てなかったですね。多分かなり多くの鉄道関係者の方は動いて雪かきに精を出されたんじゃないかなとは思うんですけど、縄文突破まであと2ターンはかかるかな。本丸の縄文をこじ開けられれば、鉄砲隊がもうちょっといると楽になりそうですね、戦いが。なんで鉄砲適正のあるなしに関わらず、鉄砲隊はちょっと入れてった方がいいな。もう敵の士気は13まで落ちてきてるんで、矢神城は取れそうですね。そしたら前線を矢神城に移しますか。残暑だな、そしたら秀春は。
ここはしっかり防げるかなとは思うんですが、ただいかんせんこうやってみると城が小さい小ぶりなんだな。縄文がやられてるってのがきついな。そうするとちょっと一旦委任は解除して勝家を後ろに下げたいな。このままだと勝家が やられちゃうんだけど動けないか。ちょっと武将の配置を何も考えずにやっちゃったな。大丈夫か？心配しかないけど、しょうがないね。勝家が持たないぞこれ。しまったな。どうする。まさかまさかの失態だな。やばい、やられたーすげえバカやったな。まあもったいないことしたわ本当に。勝家はあんなところに配置するべきじゃなかったな、そもそもね。まあ、今更ですけど。となるとちょっとここ岸和田城の奪還もしていかなきゃいけないの。どうするかなっていうところでちょっと固まってますけど大丈夫か。よし、復活しましたね。救援に向かわせるというわけにはいかないので、ここまで来ている軍勢をとなると、当初の予定通り金ヶ崎を攻めましょう。で信長も軍を起こしますと。で問題は取られてしまったこの岸和田なんだよな。そうすると岸和田に人を集めるか。岸和田、岸和田、石山御坊、伊丹。そうか、伊丹から出陣させるわけにいかないからな。八神城もこのままでしょ。牧島城から人を呼び寄せて、
岐阜からも人呼べないしね。となると勝家が戻ってくるのを待ちますか。まさか三好にね城を取られるとは思わなかったな。高屋城に勝家戻ったっていう話だったので、かつね武将一人失ったっていうのは痛いよな。高屋城に6人か。で、雑賀には4人。で、ここには武将は3人6人で、矢上城は一旦ここは止めおいた方がいいよね、人を。この後ね、山名との合戦を視野に入れて、このまま止めおきましょう。で、伊丹もね、このまま人を動かしたくないんで、このままにしておいてだ。そうなると、この先は、やっぱり金ヶ崎。まあ、若狭の武田はこのままにしておいて、そうなるとやっぱりここですね。一条谷まで一気に攻め上っていく感じになるかな。ちなみにここで起きている軍勢は、本願寺勢が一条谷を攻めようとしてますね。大野城も飲み込んでいかなきゃいけないんだな。岐阜城にもそうなると人集めておきたいけど、岐阜は武田と国境を接してますからね。となるとやっぱりここだな。三好も邪魔くさいけどしょうがないですね。そしたら若狭の武田家とは同盟を結んでおきましょう。よし、これで武田とは同盟が結ない若狭の武田ですね。これで一旦一条谷の方に全部の兵を避けますね。で、三好だな。問題は三好を討伐しておかないと、少なくとも機内から追い出しましょう。一騎勢が今起きたね。どこで一騎が起きたかっていうのをちょっと見極めないといけないな。じゃあ高屋からは軍を起こして奪還しましょう。岸和田の奪還ですね。で、あとはどこで一騎が立ち上がったかですね。一騎が立ち上がった、立ち上がれって言ってくるんで、ここだな。門徒衆、これは松永久秀の軍勢で叩きましょう。数で言うと我が方が有利ではあるもののっていう感じかな。さっきね、勝家の配置を間違えてひどい目に遭いましたからね。同じ過ちはしないようにしましょう。金ヶ崎を落とせば一条谷まで一気になだれ込めるんで、ここはちょっとね見極めながらしっかりダメージを与えていきたいな。で、かつこの後信長の本体が続いてるので、
敵の数は1400ですね、まあ、多くはないんで味方が5800、まあ、4倍近い兵いるんで、あとは城門いかに早く突破できるかというところがポイントになりますね。あとですね、今提督の決断がもうそろそろ、ようやくというところにはなるんですが、皆さんからいろいろアドバイスをいただいてですね、クリアができそうかなというところになってきてるので、この後ね、ちょっとどういうゲームをやっていこうかなと、世界大戦ものでいうとどういうゲームをやっていこうかなと思ってるんですが、今のところだと太平洋の嵐か、もしくはハーツオブアイアンを久しぶりに、以前イタリアとかでねプレーをしたと思うんですが、違うところでプレーをしてみようかなというところで今ちょっと検討してますんで、あとは MLB ザショーの18ですね、それとパワープロ2018の発売もね、まあ迫ってきてるっていうところもあるので、ちょっとね時間の関係上、できるゲームの数も限られてはくるんで、どういうゲームを優先的にやっていくかっていうのは決めながらねやっていきたいと思います。で、信長の野望シリーズでいうと、一応今まで出ている信長の野望シリーズは全部やりたいなと思ってますんで、この烈風伝をねまずは目標達成まで向けてプレイしていきましょう。よし、金ヶ崎取ったね。これで一膳に進行できるな。上杉ともちょっとそろそろ吉見を通じておいてもいいかもしれないな。そうしたらですね、軍勢を出していたところを引っ込めたりとかしましょう。勝家はまずこの岸和田を取るでいいでしょう。で、岐阜城近辺に展開した松永久秀の軍勢は引っ込めましょう。また一騎勢がギャーと言い出し始める可能性が高いんで、それに備えて待機。で、信長はというと、この後は賢女がいるのか、ちょっと危険な匂いがするけど、できれば賢女に先に攻撃してもらいたいよな。これで一条谷に入れるね。ちなみに朝倉の方はというと、城の数は2だな。そうなると大野城と一条谷の2つになってますね。なんで越前攻めができるわけだ。本願寺は、この後どこを攻めるかっていうのを見極めながらちょっとね、見ていきましょう。まずは岸和田の奪還からだな。岸和田をね取られたままだと気持ち悪いんで。まさかの配置ミスで敗北しましたからね。まずは城門こじ開けたので、まあ、このね岸和田城は本当に取られる必要のなかった城を取られてしまったっていうだけなんで、まずはしっかり奪還していきましょう。
まあさすがに何度も何度も戦いになっているこの城は、城門はチョコレート級ですね。これで味方が本丸になだれ込めるんで、さすがにサダオは強いね。そしたらサダオには死んでもらおう。一度岸和田は岸和田にそのまま兵を入れておきますか。山名軍は山名軍であそこで戦ってるわけだ。いやーなかなか戦略的にはまずは越前を攻めるっていうのは当たったでいいのかな。ただこの後上杉とはねしっかり吉見を通じておきたいので仲良くしておきましょう。さあ鉄砲の量産もできそうなので、あとはこの後なんですが、ちょっと中地図で見ておきましょう。中松、まあ、若さの武田はいいので三好がちょっと邪魔くさいっていうのと、この後は一乗谷本願寺を攻めて、さらには上杉がちょっと大きいかな。181謙信か。このね総兵士数が18万いる信長のこの総兵士数がね生かしきれないんですよね。武将の数が足りなすぎて、せめてね1人当たり5000ぐらい出陣できるようになると18万という兵の数が生きてくるんですけど、武将の数にやっぱりねこう依存してくるってなるとなかなか難しいかなってとこなんですよね。まあ、まずはただ越前から越中能登方面まで一気に兵を進めてからでも遅くはないか。そうですね、そうしましょう。はい、というわけで時間がね30分経ちましたので、一旦ここで終わりにして、次回はですねこの続きとして、朝倉攻めですね、いよいよ本格化させていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。